こんにちは、ハッカです。今日はですね、ゲーミングデバイスを1個買ってみましたので、そちらのご紹介です。それがこちら、ロジクール G プロ X という名前のヘッドセットですね。はい、割とゲームをやるっていうところでは、まあおなじみのヘッドセットと言ってもいいのではないでしょうか。まあ超有名な製品ですよね。で、この G Pro X っていうのはワイヤレスのものと有線ケーブルがあるモデル、まあ両方あるんですけど、今回私はケーブル付きのモデルにしてみました。で、このヘッドセットなんですけど、私自体はですね、普段ヘッドセットを使ってゲームをプレイしているわけではなくて、こちらのソニー MDR-M1ST という名前のモニターヘッドホン、これでゲームやってるんですよ。で、マイクはまた別に用意してるんですよね。で、今回この G Pro X 買った経緯なんですけど、別にここから乗り換えようっていうわけではないんですよ。というのもですね、私 Apex Legends プレイしてる時に、週末は子供と一緒にやってるんですよ。で、その子供と一緒にやってる時に、私はここの、まあ、ゲーミング PC で、まあ、このヘッドホンとマイクで、まあ、ボイスチャートをつなげてやってるんですけど、まあ、子供はリビングでテレビにつないでやってるんですよね。PC は以前組んだ小さめのゲーミング PC なんですけどね。で、今まではテレビのスピーカーでやってたんですけど、やっぱり Apex やってると足音とか銃声とか方向とか距離感ってすごく大事なんですよね。で、それが分かるようにということで、ゲーミングヘッドセットを、まあ、買って試してみようということになったんですよ。まあ、それで選んだのがこの定番中の定番ともいう G Pro X なんですね。で、今日はこの G Pro X の、まあ、音質だったりとか、このマイク性能だったりとか、まあ、使い勝手いろいろ見てみたいなと思います。それでは行ってみましょう。それじゃあ G Pro X 開けていきましょう。まあ、付属品からですかね。この G Pro X にはこれですね、 USB の外付けサウンドカードが入ってます。まあ、USB でパソコンに挿して、こっちにヘッドセットの端子がついてるという感じですね。なので PC で使う分にはもうこれ1個で別途サウンドカード用意する必要って実はなかったりするんですよ。そして、まあ、説明書とか、あとヘッドホン持ち歩き用の袋、袋の中にこれケーブルがいろいろ入ってます。で、箱の下には、交換用のイヤーパッドですね。で、これがブームマイク、ケーブルはこれですね、ヘッドセット側と、PC 側、まあ、ここに挿すっていう4極の端子になっている1本のケーブルで、これ間にはここにマイクのミュートスイッチがついているっていうコントローラーがついています。そして、こっちはですね、このヘッドセットとスマホをつなぐための4極ケーブルになってます。これは途中に ありましたね。ここに、ボタンがついているので、iPhone なんかで使えば再生停止なんかもこのボタンでできると思います。そしてこの辺の端子が4極なので、その4極の端子をスピーカーとマイクに分ける3極分岐のケーブルがついています。まあ、基本的にどんな機器でも使えるっていう感じでしょうかね。そしてこちらは交換用のイヤーパッドですね。 LR ってはっきり書かれてて分かりやすいですね。こうなんですかね、ふっかふかなんですよ。すごくいいですね。ヘッドホンとの、つなぐ場所は合皮になってるんで、横からの音漏れは防止できると思うんですよ。で、ベロア調の布地になってて、まあ手触りも良くてすごく良さそうですこれ。ではいよいよ本体を見ていきましょうか。あ、これはかっこいいな。基本的には黒いこの筐体にですね、左右の円形のこの G のマークで、この G のマークですね、同心円状にこう溝が掘ってあって、こう光の反射が綺麗ですよね。あ、めっちゃかっこいいこれ。
でここが、まあ、金属、こっちがちょっとマットなプラスチック。でこのアーム部分が金属ですね。あ、すごくいいなこれ。段階的に伸び縮みできて、まあカチッとこう止まる場所があるんで、ここも操作はしやすいです。で結構固めなので動いてしまうこともなさそうですね。持った感じやっぱり側圧は強めかな。こう黙ってても閉じてますからね。ここをちょっとこうグッとなじませてあげて、広げてあげた方が使いやすくなるかなっていう感じです。顔の細い人だったらね、側圧強めの方が安定するかもしれませんね。でこのハウジング部分ですね、回転はしないです。なのでこうこっち行ったりこっち行ったりはしないんですよね。まあ、顔にこうぴったりと真横から密着させるっていう感じでしょうか。多少ずれたりこう回転する方がフィットはしやすいとは思うんですけどね、まあ、そういう機構はないみたいです。あと本体に操作できるようなスイッチの類っていうのがないんですよね。まあ、ボリュームのこう上げ下げとかそういうのはまあ本体ではできないのかなと。で下に穴があるんですけど、こっちがマイクの取り付け穴で、こっちが線ですね、オーディオのケーブルの取り付け口だと思います。いやでも本当に質感いいなこれ。で交換用のイヤーパッドが、まあ、布製ベロア製だったのに対して、最初から付いてるのは、合皮のですね。でこっちの方がだいぶ肉厚なんですよ。すごいふかふか。でこっちちょっと薄いですね。薄いし柔らかい。こっち硬いし肉厚っていう感じで、多分付け心地はこの合皮の方がいいんじゃないかなと思います。イヤーパッド外して見てみると、ドライバー部分こんな感じですね。そうですね、これ LR で、まあ、こっちが左、こっちが右かっていう形なんですけど、若干これドライバー部分が傾斜してるのがお分かりでしょうか。こっちがちょっと深くなってて、こっちが浅いと、まあ、極端に言うとこのドライバー部分が顔のこう横にまっすぐ当たるんではなくて、こう当たると、こう当たる。だから耳ってなんですかね、後ろにこうやって伸びてるじゃないですか。その耳の角度に合わせて当たった方が、まあ、スピーカーとしては密着度も高まって音の聞こえもいいんですよ。でソニーの MDR-MIST も同じようにこういった前傾の形になってるんですよね。でそれロジクールも採用してるということで、すごく好感が持てますね。それじゃあここにですね、このマイク取り付けて、マイクつけるのはですね、これ回ってしまわないようにちょっと形が特殊になってます。これをつけて、まあ、あとはこのブームをこう調整してあげると、ここすごく柔らかいですね。こんな感じでしょうかね。それじゃあつけてみますね。はい、どうでしょう、見た目的にはどんな感じなんでしょうかね。この横のシルバーの部分とか、こう全体のこうフォルムとか、すごいおしゃれじゃないですか。まあ、このマイクがついてるのがいかにもな感じですけど、なんかこうヘリにでも乗れそうな、そんな雰囲気のヘッドセットです。で私今こうやって喋ってますけど、自分の声かなりくぐもって聞こえるんですよ。というのもすごい密閉感のあるヘッドセットなんですよね。かなり外の音っていうのは遮断してくれる感じはしますね。まあ、ゲーム中に人と話ができるかっていうとなかなか難しいんではないかなというようなレベルの密閉感になっています。で心配してた側圧なんですけど、確かに結構強めでギュッとなんか感じはしますね。特に私の場合はこの顎の付け根というかこめかみの部分に、まあ、若干圧迫感を感じているところがあるので、まあ、それが長時間してたらどうなのかなっていうのは気になるところです。まあ側圧自体はこれ実はここですね、ちょっと金属部分ギュッギュッギュッって癖つけてあげれば割と改善はできるんで、そんなに気にしなくていいかなというふうには思ってはいるんですけどね。まあとりあえずこれを使ってですね、この、まあ、USB の、まあ、サウンドカード、これとともにテストしていきたいと思います。それではここから Pro X の設定画面見ていきましょう。
で、ロジクールの G ハブというアプリ使うんですけど、まあ、私マウスをこの Pro X スーパーライトを使ってるんで、ここに表示されてますよね。で、Pro X が表示されてます。で、これ USB で繋いでるからここに表示されてるっていう感覚なんですけど、まあ、中入るとヘッドホンとマイク、それぞれ設定項目があります。で、ヘッドホンに関しては音響、まあ、音量の調整ですね。で、マイクの音量の調整。あと、即音って書いてるの、これサイドトーンって言うんですけど、これちょっと入れとくと、このマイクで撮った音をそのままヘッドホンに流してくれるんですよ。なので自分の声がちょっと聞きやすくなるっていう効果があります。で、これオフにしてしまうと、結構密閉感の強いヘッドホンなので、結構聞こえにくくなるんですよね。なので、ちょっとだけ入れてあげると、少し自分の声が聞きやすくなって喋りやすくなります。で、イコライザーですね。これ自分でこういじることもできるんですけど、プリセットがいくつか用意されてます。で、G2 ショックスってなんかこれベーシックなのかなっていうやつだったりとか、あとは、TSM っていう海外のプロチームのプリセットだったりとか。で、その他に FPS 全般、MOBA っていうのもあるんですけど、まあやっぱりフラットでちょっと試してみようかなっていうところなんですよね。まあ、確かにこの G2 ショックスとか FPS っていう風にするとちょっとまあ足音の方が強調されるかなっていう感じはするんですけど、元の音質がすごくいいので、まあフラットの方が何かと分かりやすいなっていう感じは私の方では受けました。で、ここにサラウンドサウンドってあるんですけど、これサラウンドサウンド有効にするとこうやって方向が出てきてそれぞれから聞こえるようになるよっていうことなんですが、これは正直オフの方がいいです。というのも結構音が曇ってしまうんですよね。かなりモコモコっとしたこもった音になって、で、なおかつそんなに音の方向とかもわかりやすくはなってないです。まあ場合によっては映画とか見たら違うのかもしれないんですけどね。まあ、ゲーム向けではないかな。で、これをオフにしておいて、で、次マイクに移りましょう。で、マイクに移ると、まあ、すでにここにゲインが出てて、まあ、レベルメーターも表示されているので、この音をしっかり取ってますよっていうことがわかりますね。でですね、ここにブルーボイスというものがあって、これを有効化することで、このマイクで取った音声が変わります。まあ、今もうすでに変わってるんじゃないかと思うんですけど、プリセット、G2 ショックスっていう風にしたら、まあこういう感じの音になるんですよ。どうでしょうね。事前に聞いた感じだと結構ディエッサーが効きすぎてるというか、なんかところどころ聞き取りにくいなっていう感じしたんですよ。あと面白いのが AM ラジオ風にするっていうものがあったり、 AM があれば FM もあるだろうというところで、それっぽく聞こえるモードもあります。いや、本当にいろんなプリセットあるんですけど、まあこれ使っててですね、やっぱり私もちょっとこのブルーボイスない方がいいかなって思っちゃってて、クリアなのは一番やっぱりエフェクトオフなんですよ。で、このマイクの性能っていうのも、まあ今皆さんお聞きの通りなんですけど、そこまでべらぼうにいいわけじゃないですよね。まあ、例えばなんですけど、こういうアストンオリジンっていうコンデンサーマイクだったりとか、あとは今カメラに使っている、まあ、ショットガンマイクだったりとか、そういったものの方が音質ってやっぱどうしてもいいわけです。いや、それと比べてしまうと、あんまりこのヘッドセットのマイクって期待できないかなと思うんですけど、ただ普通にボイスチャットで会話する分には十分な音質だと思います。で、エフェクト切っておいた方が無難ですね。はい、それじゃあ Apex 始めていきましょう。さあどうですかね。あ、でも音はすごくこうクリアっていうか方向分かりやす。隣で、あ、なんか風の音とか聞こえる。これ今フラットですけどね、ほんと自然でクリアでいい音ですよ。マジか。味方強っ。もう一人は抜けちゃったね。
ん、なんか来てるな。あそこに隠れてたの。はい。あ、なんか最後 OBS に変な動きが加わっちゃったかな。はい、OBS がですね最後変な風になっちゃって、あのゲーム終わったらマウスカーソル動くじゃないですか。焦って変なとこ押しちゃうんですよね。なのでとりあえずこれで終わりです。まあちょっと雰囲気は伝わったのではないでしょうかね。はい、一通りテストをしてみましたよ。こちらですね、あのヘッドセットのケーブルをこの外付けの USB のサウンドカードにつなげて、まあ、テストしたわけなんですけれども、まずですね想像以上に音質が良かったです。でゲームやる前にあの音楽聴いてみたんですよね。で Amazon Music で、まあ、音楽聴いてみたんですけど、まあ、すごく、まあ、しっかりとした粒感というか、あのモニターヘッドホンに近いなっていう感じ受けたんですよ。バランスのいいヘッドホンだなっていうのが第一印象です。でその後ゲーム、まあ、Apex Legends やってみたんですけど、まあやっぱりクリアですね。ゲームっていろんな音混ざってるじゃないですか。 BGM もあれば、まあ、銃声、足音、キャラクターのセリフ、まあ、あとは爆発音とかその他もろもろの効果音ですよ、まあ、そういったものがですねしっかりとあの際立って聞こえる。際立ってというのはちょっとおかしいかな。まあバラバラに聞こえるんですよ。まあどこで何が鳴っているのかっていうのがはっきりわかるなというところで、まあさすがゲーミングヘッドセットとして売られてるだけあるなというところなんですよ。まあゲームの音がクリアにバラバラに聞こえる。音楽がまあ粒感を伴って、まあ、各パートごとに聞こえる。これってまあ同じことなんですよね。なんでモニターヘッドホンっていうのがまあゲーミングヘッドセットに近くなるような特性なのかなというところなんですけど、まあいろいろと他の方のレビュー見てもヘッドセットによってもだいぶこう傾向が違うみたいなんですよね。まあそんな中でこの G Pro X は私の印象ではモニターヘッドホンに近いバランスの取れたヘッドセットだなという音質です。まあ一応この音質に関してはこの USB の外付けサウンドカードではなくて、あの普段使っているオーディオインターフェースにもつないでみたんですよ。そしたらやっぱり音質は変わって、あのしっかりと低音の迫力が出たりとか音の厚みが増すんですよね。まあその代わり通常のオーディオインターフェースだとこのマイク使えなくなっちゃうんで、あのヤマハの AG03 とか06とかって使ってる方はこのヘッドセットをつなぐ端子が専用にあるので、まあ、そこにつなげると非常にいい音になると思います。それとこちらのマイク性能なんですけど、まあなかなかとして悪くはないです。で私普段こういうカメラ用のマイクとかアストンオリジンとかっていうコンデンサーマイクを使っている関係上、まあ、それと比べるとあこんなもんかなって思ってしまいがちなんですけど、ボイスチャットで使う分には、まあ、かなりクリアに聞こえるマイクだなというところなんですよ。で私がテストした後に、まあ、子供にこれつけてもらってあのボイスチャットしてみたんですよね。でそしたらあの全然相手の声はあのきちんと認識できて本当にあのクリアに聞こえると、ゲームの音にも邪魔されずに聞こえるレベルの音声になってたので、まあ、そこは問題ないかなと思います。ただですねこの付属の USB サウンドカードを使うことであのブルーボイスっていう、まあ、この箱にも書いてるんですけど、いろんなエフェクトが使えるモードがあるんですよ。ただこのブルーボイスに関してはあんまり良くないなっていう印象でした。相当セッティング突き詰めれば良くなるかもしれないんですけど、なんかこうディエッサーが効きすぎてて、あの音に波ができたりとか、こういう作業の音とかっていうのが極端に小さくなっちゃったりとか、まあマイク性能がそこそこなので、まあ下手にエフェクトかけない方がいいなというのが本音です。まあ実際これ使う方、ボイスチャットで使うのがメインだと思うんで、そこはいいとは思うんですよ。
ただもし実況とかされるっていうふうにお考えでしたら、別のいいマイクを用意した方が断然いいです。 YouTube にしてもミルダムにしてもやっぱりマイクの音声ってすごく大事なので、このヘッドセットのマイクだと弱いなという感じですね。あとは付け心地ですね。これ最初速圧強いなと思って感じてたんですけど、結構長時間してても全然疲れないんですよ。で、なんでかなと思ったら、この横のパッドですね。ここが肉厚でふかふかなんですよ。で、これがですね、うまいこと、耳側面、このあたりへの圧を分散してくれてるなっていう感じで、付け心地とてもいいです。あと、こちらですね、付属の布のイヤーパッド、こちらにも変えてみたんですけど、これ変えるとですね、ちょっと薄いなっていうのもあるんですが、音質が結構変わっちゃいます。というのも、すごく密閉感が高くて、音がしっかりと聞こえてくるんですよね、こっちは。で、それが、音の抜け感が出てきちゃって、悪く言うとスカスカっとした音質になってしまうなという印象でした。はい、ここまででしっかりとこちらの製品見てきました。いや、本当にですね、思ってたよりもだいぶ良かったんですよ。ゲーミングデバイスだからといって侮れないなと。ゲームするだけじゃなくて音楽聴くのにも動画編集なんかにもバッチリ使える、そんなヘッドセットですよね。実際の運用としては当初の目的通り、私自分の子供にこれ使ってもらいたいなというふうに思ってるんですけど、長期間使ってみていろいろと印象を聞いたりとか、私もこうたまに借りて使ってみたいなと思います。もしこれが気になるなという方がいたら、ぜひ試してみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。